こんにちは、痛みの窓口、丸目接骨院の丸目です。今回のこの動画ではですね、このテニスボールを使った形で、大腿筋膜張筋、ここの筋肉になるんですけれども、あまり聞き慣れない筋肉だと思うんですが、その大腿筋膜張筋のセルフケア方法についてお伝えしたいと思います。この大腿筋膜張筋という筋肉なんですけど、どこの筋肉なのかと言いますとですね、こんな感じです。この骨盤、体を前側から見た方向になるんですが、ここですね、骨盤の前側ですね、この太もものちょうど外側ですね、走ってる筋肉になります。で、大腿筋膜張筋というのはここの部分になるんですけども、そこからですね、長径靭帯という、靭帯ですねが、こういう膝のね、外側の方に走ってついているような状態です。ですので、この大腿筋膜張筋とこの長径靭帯っていうのはちょっと一つながりになっているようなイメージで捉えていただければいいかと思います。今回ですね、ご紹介する大腿筋膜張筋の筋肉がですね、問題が出てくるとですね、もちろん大腿筋膜張筋がついている、この部分ですよねの痛みですとか、股関節のこの前側の痛みですね、それから、膝の、ちょっと外側ですね、こういうところにね、ちょっと痛みを、感じたりですとか、それから腰痛なんかもですね、この大腿筋膜張筋が問題で起こってきたりします。というわけで、今回はこのテニスボールを使った形でのセルフケアをお伝えしたいと思います。で、実際テニスボールをどの辺に当てるかということなんですけども、ちょっと立っていただいてですね、右側の、大腿筋膜張筋を狙いたいと思うんですが、この辺りですね、手を当てていただくとポコッとね、してる骨があると思います。このポコッとしてる骨からスッと下ろすとですね、ポコッと降りるところがあります。そこからですね、だいたい指3本4本ぐらい横ですね、この辺りがだいたい筋膜張筋の一番膨らみのあるところになります。というわけで、ここにセットします。で、このままですね、横向きになっていただいて、足は伸ばし、下のね、この足は伸ばしたまま、床とですね、体をこう接触させます。で、今この状態で大腿筋膜張筋に対してもう捉えてるんですけども、その中でも一番、筋肉が硬くなっているところですね、探していただくんですけども、少しですね、こう動かしてみてください。微妙に動かしてみてください。そうすると、ジーンとね、響くところがあるかと思います。そこにですね、ゆっくりですね、圧を加えていきます。で、この時大事なのが、あまりに大腿筋膜張筋がですね、悪い状態になっているとですね、かなり痛いと思います。ですので、あまり痛みが強いと逆に筋肉固まっちゃいますので、痛い手前ぐらいのね、圧でゆっくり圧を加えていきます。で、深呼吸をしながら大体30秒ぐらいですね、このままじーっとしていただくと、あまりこう動かしてグリ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 っていうのは、しないようにしてください。こういう形ですね。大腿筋膜張筋のですね、ストレッチの仕方もあるんですが、ストレッチがですね、結構難しくて、なかなかこう伸ばされてる感というかですね、感覚が難しいので、こういったですね、テニスボールを使った形でセルフケアされた方が非常に効率がいいので、ここの
大腿筋膜張筋のですね、セルフケアをする場合はこういったテニスボールをね、使うことをお勧めします。今回の動画は以上になります。かなり、聞き慣れないね筋肉ですけども、しっかり場所をね間違えないように、そんなに大きい、ボリュームのある筋肉ではないのでですね、しっかりさっきのね、大腿筋膜張筋のポイントを押さえてやっていただくようにしてください。